時刻は七時を回りました。おはようございます。ザキミリョウの不動産相談室の時間です。お相手は私、ザキミリョウです。この番組は、ギノワンヒルズ通り、FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより、七時三十分まで放送いたします。どうぞ皆様、最後までお付き合いください。緊張してるんですかいやちょっと噛みましたね。<laughs> いやなんか、うん、最近あかりさ、あの体調… 体調悪かった時期があっておんおんまあ風ただの風邪だったんだけどさ、うん、なんかコロナとかも流行ってるから怖いじゃん最近そうだねなんか寮は大丈夫体調そう全然大丈夫そうなの、うん、でも、まあ、ただ一つ言うのは暑すぎてあ<ー>まあ夏バテっていうかですねだからちょ,、うん、ちょっとしっかりご飯食べないとやられるなっていうのはちょっと気にかけてますね感じるよね感じるこれはなんかさあの明かりもめっちゃ焼けてると思う めちゃくちゃ黒い黒いよね先週と違うでしょもう全然違うだからちょっと旅行行ったんかなと思った行きたかったよね行ってない行ってないよじゃあなんでこんなに上で夏祭りしてたんですああ。あんた来なかったけど上で夏祭り上って何かあるんですかえ、B サイドああ、なるほどねビアガーデンそうビアガーデンであの FM ギノワの夏祭りをしてたんですねああ、なるほどですねちょっと呼ばれてないですけどえあ呼んだよ呼んだね呼んだ呼んだ 本当に<あ>失礼しちゃうわでですね、はい、今回本題をいきましょうかはいどうぞはい教えてくださいあなん今回何の話でしたっけえっと住宅買うのと賃貸どっちがいいか、うん、そうですねはい今回はそのテーマ多分もう不動産って言ったらみんなそこのテーマが一番大きいんじゃないのかなっていうありますね、うん、で僕のお客さんもですねああのまあ あの住宅購入したいって言って内覧されるお客さんもですねどっちがいいのって実際聞く方も結構多いんですよ。うんうん、で僕の中ではどっちがいいのっていうのは本当にお客さんのそのなんだろう将来像とか、うん、えと今後どうしていきたいかとかっていうところを踏まえてからじゃないとちょっと答えきれないのかなっていうのが実際のところあります。はいはい、っていうのはやっぱりこの住宅購入してからですねやっぱりあの住宅ローンを。 組むのが大体多いんですけども、うん、住宅ローンを返済しながら本当に生活していくのにあのきつくないのかとか無理ないかとかですね、うん、で沖縄だったら結構多いのがですねやっぱり住宅購入した後にですねえー、とまあお別れになってしまってですね<ー>住宅を売却しないといけないってなった時とか,時とかもありますし。その住宅あ まあ離婚される原因としてもやっぱりこの住宅ローンのお金の金銭の件でっていうお話も多々伺います。多多々々あるんだ多々伺いいますそうなんだねはい、<ー>ですのでやっぱりそれも踏まえて僕たちっていうのはやっぱり提案していかないといけないのかなっていうのは本当に常日頃から思っておりまして。うん、で やっぱりあの賃貸っていうのも悪くないとはやっぱり月々の金額がもうずっと決まってますし、うん、でもし何か例えば引っ越しとかあったらそこに引っ越すことは可能なわけじゃないですかうん、うん、でも物件購入しちゃうとやっぱりそこから、ね、あのまた引っ越すっていうのはそれ売却しないといけなかったりとかですねうん、うん、そういう結構な莫大な時間もかかりますし労,労力もかかりますので。うんはいはい 本当にに一概にどっっっちがいいいいてては言えないなって思います、ね、うん、えー、だってさこうやっぱり買うってすごい責任のあることというか、うん、なんか今後今後安定するっていう,こう自信がないとできない行動だったりするよねそうですねだからさなんかこうどうお客さんと話してるのかがめっちゃ今気になったねあなるほどえっ、ー、とまあ購入するにあたってるこのメリットとしては、うん、やはりこの まあ僕が結構思うのはよくお客様に伝えるのはやっぱり次の世代次世代の子たちにも告げますよとやっぱり土地まあ今言うと戸建ての件で言いますねマンションではなくて戸建てを購入したっていう体で話しますね戸建てを購入するとその土地と建物を購入するっていうのが一般的でですねそうするとやっぱりこの次世代の,あの自分の子供であったりとか その子供から孫にっていうのも基本売らなければずっと継ぐことができるわけじゃないですか、うん、でも賃貸だった場合っていうのはそこからずっと継ぐっていうのはなかなか難しいというかうん、うん、で自分の財産にもなるかっていったらそういうわけでもないし、うん、っていうのもあるのであの、まあ、物件購入するっていうのはやっぱりこの次の世代の方たちにも引き継げるし財産として残せるよっていう部分もありますね、うん、じゃあなんか新婚さん。 とかって買ったりするの、うん、それとも,もう結構年なんかある程度重ねた夫婦が買ったりするのかなえっとこれはどちらもありますね、うん、だからどっちが多いっていうのはえと半々ぐらいなのかなで僕のその経験ではですよあそうなんだね、うん。結構やっぱり若い世代でも うん、購入する方に今20代前半でも購入する方っていますからねえー、そうなんだでもその一つで言えるのは、うん、やっぱりこの住宅ローンの,この金利がだいぶ低くなったっていうのが一つの要因ではあるのかなと思いますもともとこの、まあ、僕も生まれてないんですけどもこのバブル世代の時期とかはですねこの住宅ローンの金利が 3%4% だった時代もあったんですよすでそれが今現時点では1%パーを切るまあ0.5% 七7とか0.8とかっていう金利が全然変わってくるのでうん、うん、そもそもやっぱりこの若い世代の方たちでも購入できるような、まあ、仕組みというかになってきているんではないのかなっていうのは感じられますね。うん、うんうん、そうなんだねなんかちなみに寮の周りの20代でこう、うん、購入した人とかもいたりすするのそうですね僕の周りで購入した方はマンションがいますねマンションの購入した方が。うん、やっぱり 僕宜野湾市をメインにしていてですね宜野湾市から北、ま、谷、あ、とか中城南あ、北中城とかもやってるんですけども、えー、っとこの宜野湾ってそもそも土地が結構高いんですよへえそっかうん、うん、で宜野湾土地が高いんですけどもだから土地建物のこの一軒家を買うってなるとまあまあ新築だったらまあ4000万以上が通常で、うん、木造で大体いい4000万で RC っていうかこの ね、RC この鉄筋コンクリートとかだったら、はい、もう5,000万超えちゃうっていうのがいっていうのが多いんですよ。だけどもマンションだった場合だったら今、えー、と中古だと、まあ、3,000万弱であったりとかで今新築のマンションでも最近技能湾のところにも出てるんですけど金子の方にですね今新築分譲をしれてあるっていうのも3,0004500、まあ、万とかうん、うん、新築でですよ。はいはい、っていうのがあると考えるとやっぱりそこのマンションの方であればこの。 この若い若年層には、うん、結構人気のあるものなのかなっていう、うん、じゃあなんか戸建てを買うっていうよりはマンションを買うのが結構若い人の傾向だったりもするのも一つありますしあ,あと宜野湾市だとそのそもそも戸建てが出てこないものああが出てこなくてうん、うん、やっぱり中古物件っていうのももうほぼ出てこないですし。うんうん 結構皆さん求めてるのはやっぱり木造住宅よりあの RC 住宅、うん、鉄筋コンクリートの方を求めるんですよ。うん、っていうのも、えー、と内地の方ではですねこの木造はもう主流になってはいるんですけども沖縄が木造の,この住宅が入ってきたのが本当にここ、まあ、10年経つか経たないかぐらいの、うん、こなので皆さんまだやっぱりこの警,戒で警戒というかですねそういうのがあったりとかしてですね やっぱり頑丈の方の鉄筋コンクリートの方がいいなっていうお客様が多いですねうんそっかそっかじゃあちょっとまたあの後半で話を詳しく聞いていきたいので、うん、一旦 CM に入りますはい美しさを体の中から変えていく新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデートヨークでは一人一人に合わせた施術を行います西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを 美容鍼灸治療ならイノワン生体ヨークアイドマ印刷です印刷でお困りの中南部の皆様へ地域に寄り添い創業42年の実績でお手頃な価格とスピーディーな対応で力になります印刷のことなら「アイドマ印刷」にお任せください電話番号0988331122 1984年創業のカーボディ上登川は愛車の修理板金塗装車検 ETC 取り付けなど経験豊富な職人が丁寧に仕上げますスズキの新車も取り扱っています沖縄市消防本部道向かいカーボディ上り川お送りしておりますこの番組はザキミリョウの不動産相談相談あれ紹介カット <laughs> お送りしております。この番組はザキミリョウの不動産相談室です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fm 宜野湾ドットまた、この番組は youtube でもネット配信をしています。fm 宜野湾のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 お気軽に、えー、リクエスト、メッセージもお待ちしております。先ほどのメールアドレスまでお寄せください。えー、また、サイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジカマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組にご参加ください。それでは後半戦に移りたいと思います。 はいいお願いします、はいえー、じゃあ後半はどういいっったた内容について話すんでしたっけそうですね後半は、えー、っと住宅購入のメリットデメリットと、うん、あと賃貸で住み続けるメリットデメリットまあデメリットメリットっていうかまあそのどっちがいいのかっていうのは、まあ、お客様自身が決めることなんですけども、うんまあ、不動産の業者から見た感じはどうなのかっていうところをちょっと一緒に 説明していいきたいですすねはいいよろししくお願ま不動産購入の、えー、メリットとしてはですねやはりこの先ほどもちょっとお伝えしたんですけどもこの財産になるっていうところがちょっと一番大きいんじゃないのかなと思います、うん、で、あのー、購入したらですねやっぱりこの自分なんていうんですかね自分の好きなようにあのリフォームしてもいいですし まあ中古だった場合ですけどねうん、うん、で新築だった場合はもう綺麗な状態で保たれていたりとかするので、うん、まあいいのかなと思いますしだから結構その、まあ、気持ち的にも安心できるのかなっていうやっぱり例えば「引っ越してください」とか、ね、言われることもないし、うん、大家さんからもうちょっと古くなったから出て行ってとかっていうのも基本的にはないので、うん、まあ一応一生住み続けられるといえば住み続けられる場所っていうのも一つ。うん えとメリットななのかとというところもあります、うんまあ、デメリットとしてはですねやはりこの購入したらでですすねあの修,繕修繕が必要になってくると思うんですよ、うん、例えば最初の、まあ、1年から5年目とかですね、まあ、10年ぐらいまでは大丈夫かなと思うんですけども、うん、マンションを維持するためにこう修繕積立金みたいなものがあるって聞いたんだけどさそれについてもちょっと聞いてみてもいいかな 修繕積立金とはですねあのまあ10年15年経った時とかに例えば外壁逃走し,しますってなった時にやっぱり積み立てしておかないとマンションってこの結構大きさがすごい大きいのでその一気に皆さんからその時にですねその当日とかにお金こんなけ集めますとか多分難しくなってくるので。 修繕をするためにもう皆さんで積み立てしておきましょうというのが修繕積み立て金になってきます。うん、で、修繕積み立て金はこのえっとエレベーターの補修とかですね、そういうところにも使われてくるので必須のものになってきます。はいはい、でそれとは別にあと管理費。うんうん、で管理費っていうのはえっと例えばあのマンションとかだったら警備員さんがいたりとかするじゃないですか。うんうん、でその警備員さんに対するこの管理に。 なんて対する費用だったりとかあとこの管理組合とかっていうのがこのマンションの全員入るんですけどもその組合でまあこの管理費の金額とかを決めたりしていくんですけどもそういう料金もかかってくるのでそれ月々やっぱりこの駐車場料金ももちろんマンションに発生するところもあります無料じゃないところもありますので駐車場料金と 管理費と修繕積立金プラスあと固定資産税というのかかってくる、うん、やっぱりそういう費用の説明をですねお客様にしっかりしておかないとそもそも購入したときにえこんな金額かかるって聞いてないよとかうん、うん、トラブルになるあの事案にもなってくるので、うん、そういうところもしっかりお話しして、えー、とお客様が購入するかしないかっていうのを検討していただくっていう一つの材料としてお話を提案していくっていう形になりますね。ははあ、そうなんだ、はい じゃあだいぶこう賃貸にするかこう購入にするかでこうその人たちのこう将来設計像とかがだいぶ左右されるんだね。うん、そうですねで今言ったのはこの購入の面でのメリット、うん、デメリットうん、うん、で次にこの賃貸の方のメリットデメリットを少しお話しさせていただきたいんですけども、うん、えと賃貸だとやはりこの金額がまずそもそもあの購入するよりも ちょっっととお安かかたりとかですねうん、うん、例えばまあ5万5万五千円とか6万円であ、まあ、どんな間取りになるか分かんないんですけども、うん、まあなかなか10万っていうのはないのかなっていう沖縄で。ノワン市とか、まあ、那覇とかだともしかするとあるかもしれないけどもノワンとかだったらね多分8万9万とか今新築でも僕ネットとかでよく見たりするんだけども家賃で8万5千とか9万とか 2LDK とかであの新築ねははいいとかっていうも結構あるので。 やっぱりこのローン組むより安かったりとか支出がね良、うん、かったりとかするのでその部分でこの金銭のところで余裕があるっていうのが一番のメリットなのかなと思いますあと1つこの購入のところで比較すると先ほど言ったこの固定資産税とか修繕積立金とか管理費とか、うん、そういうのが発生してこないので。うん あの家賃以外に発生してくる費用っていうのがもうほぼないので積み立てしておく必要もないしだから月々この金額だけ払っておけば一応ずっと過ごせていけるよっていうのがメリットなのかなと思います。でデメ,デメリットとしては、まあ、あのやっぱりこれ財産にはならないというかで、ね、例えばこの老朽化してですねもう住んでてもう50年60年とか経ってきたら本当に。 例えばもうボロボロになってもうそもそも使える状況じゃないと言ったときにはもう立ち退きしてくださいって言われる可能性っていうのはゼロではないんですよ。て、うん、なったときに例えばこれが60歳70歳の年齢のときに立ち退きしてくださいってなってしまうとやっぱりこの次の住みかを見つけるとき大変苦労すると思うんですよ。うんうん やはりこのオーナーさんはですね、あのアパートのオーナーさんとかはですね、うん、あの、どこも全国一緒なんですけども、やっぱり孤独死、孤独死とかですね、うんうん、されると、やっぱり次の入居者が見つかりにくいというじょ、あの状況もあってですね、うんうん、なかなか高齢者の方をに、あの入居をちょっと拒んでしまうっていう状況も実際あるんですよ。あ、独り身の高齢者ってこと、そう,そうです、そうです、うん。やっぱりそれっていうのは悪いとかではなくてですね、オーナーさんが悪いとかではなくて、やっぱりオーナーさんもこのリスクがあるので、うん、やっぱり。 オーナーナさんも、ね、この不動産多分投資として購入してやっぱり返済もしていかないといけないで入居してあ空室ができてしまったらそれが返済できなかったら自分たちもやっぱり大変になってしまう、うん、なるとオーナーさんにもこの入居者を選ぶっていう権限があるんですよねうん、うん、だからといってあの、えー、と絶対高齢者がダメかというのはそういうわけではないんですけどもやっぱり見つけにくくなるっていう現状があるっていうのが実情ではあります。ななるほどなんか そうだねじゃあ高齢、うん、でも難しいねそういうリスクもあるかもしれないけど結構レアケースな感じもするけどねでも結構賃貸の、ねうん、友達とかに聞いたら結構あるっていう話そんなた60歳とかさこう高齢者になっていきなり立ち退きしてくださいとかあそういうことね、うん、そうそうあそう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 なかそう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 なうそうそとそう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 そ 60代70代の方が入居する場所をちょっと探してるっていう時になった時に、うん、なかなかそのそもそもそこの部分で、うん、えとやっぱりちょっと難しいですっていう,、うんうん、う年齢とかねの部分でちょっと難しいですっていうのはあるのかなっては言ってましたよ。うん、なんかさあの財産としてこののし残しておけますよっていうのがこうえ賃貸じゃなくて売買の強みだったりするさ。なんか なんていうかな、こうお金として財産を持つんじゃなくて、こう物件として財産を持つことのなんか強みみたいなのってあるの。あ、すごい,い,い質問だと思います。どうもありがとうございます、はい。えっとですね、僕は、僕自身もなんですけども、やっぱりこのお金を。えっ、ー、と持ってたとしても、今後。ね、それが増えるかって言ったら、増えないんですよね。お金をそのまま預金してたとしても。うんうん、でも、例えば、不動産の、その持ってたとしたら。 えと今はそうなんですけども今ちょっと不動産沖縄不動産バブルって言われるぐらいやっぱり土地の高騰ね価格が高騰していてもともと1000万2000万で買ったものがもう2倍の4000万とかになってたりとかで実際売れてるんですよで僕のお客様も実際それで売ってるんですよでもそれっていうのは買う人がいるんですよ需要があるのでなのでやっぱりそのお金をもしその時に2000万持ったとして逆にその 時にこの2000万で物件を購入したとしたらその20年後にはそれが倍になって4000万になって売れたっていうケースもあれば、うん、その2000万持ってた年もこの,その同じ年だった20年後にまだ2000万だったというところもありますし、うんうん、だから不動産のところを持っとくっていうのはあのすごいいいことだ いいいことっていうかメリットはあるなと思うんだけども例えば立地とかどんなものを買うかっていうのはすごい注意した方が良くて、うん、何でもかんでも買うわけではなくて、うん、そういうのをしっかりえとお客様の目線っていうかこの次にどうやったら売れるかっていうところを見つけながら購入していくっていうのが大事なのかなって思いますね。そううかかかなななんんここ財産ととしてこう物件を持つみたいなところでさなんかあの 例えばだけどなんか高台にん、うん、でここはオーシャンビューがすごい売りの物件はい、はい、だけどこう近くになんか高層ビルができてしまいましたとか、はい、こうそしたらこうその場所に立ってることの意味がちょっと落ちるというかうん、うん、そういうことも全然ありえると思うんだけど、はい、なんかそういう時なんかこうこの物件とか土地の価値が下がるみたいなっていうのも。 そういううリスクもこう不動産のの人と話しながらやったりするのそうですね一応僕たちもこの調査するんですよ例えばそのうん、うん、隣地のところに何か大きい建物が建つかとかっていうそういうのもこの役場に行ったりとかね、うん、調査したりするんだけども、うん、これって例えばそう10年後20年後の話が分かるかって言ったら分かんないんですようん、うん、だってその計画もそもそもなかったりとかするからねうん、うん、だからはっきりここには何も立ちませんとは言えないんだけどもだいたいこれぐらいの 土地とかだったら、そもそもこあのこの大きさの建物しか建てれないよ。なっていうのは不動産はわかるんですよ。不動産屋さんは、はあ、大体この制限があるのでそうなんだね。だからあまあ、ここの場所だったら、そのこういう大きいものは建てないだろう。とか。うんうん、でもやっぱり僕たちが言えるのは。 そうこういう条件があるのでなかなか立つのは難しいかなと思いますっては言うんですけどもうん、うん、実際本当に立ちませんとは言えないんですよだって分かんないからだからあくまで僕たちはこういう話をしながら、まあ、こういう見解で僕たちは見ていますと、うん、でもはっきり言うのは分かんないのでそこっていうのはやっぱり、ね、あの選択してもらうっていうのはあるんですけどもうん、うん、かそういうんだろう、まあ、可能性っていうのを どうなのかっっててていいいううところをまあ提案していくっていう形ですね、えー、なんかちょっと話本題からそれるかもしれないんだけどさ、うん、こうやってこう例えばこう大きい建物を後から建てちゃった人がい,いたことでこの周りのこう物件に影響があるさはい、はい、どうしてもなんか景観が悪くなったとかうん、うん、そういうのがあると思うんだけどそういう時ってその後から建てた人がこう周りのお家に補償したりとかそういうとこ,はことは別にないの そうですね。えっと、今言ったこの景観がね、あの、よく、あの、悪くなっちゃう、あ、なっちゃうっていうのがあると思うんですけど。うん、その、これ景観条例っていうのがあるんですよ。うん、あの、大体この市町村で決まってるんですけども。この景観条例があるので、その条例に反してない限りは、うん、あの、そういうやっぱり。何か保証するとかっていうのは基本ないですね。そうなんだね。はい。いや。 えー、かわいそそうだね、まあ、そんなもんなんななだまあそうですね、うん、なので、まあ、実際このその人の土地なのでその人が決めていいので、うん、周りのことを、まあ、もちろん気にする方もいらっしゃいますけどもうん、うん、例えばねそこにホテルが建てきれるってなるとするとやっぱりホテルってちっちゃく建てたらあんまり意味ないじゃないですか大きく建ててとかでも隣はちょっと住宅が何店舗あって、うん、でも先ほど言ったみたいに。うん こういうい保証とかどうなのっていうところなんですけどもしっかり条例があって、うん、そういう景観条例だったりとかあと制限があってこの日当たりが臨時の方にあの悪くならないようにこの高さまでですよとか高さ制限であったりとか日当たりとか、うん、あとはいろいろ規制がこれ日英規制っていうんですけどもそういう規制があったりするので、うん、そこの部分があるからこそちょっと保証ではないけど守られてるっていう部分はあるのかなって思いますよ。うん じゃあなんか最低限どう健康的に生活ができるぐらいの何て言うかこう保障ではないけど制度があってそこでまろ守られた上でみんなバイバイしたりするんですねはいそうですなるほどなんか何だかんだお時間もあと1分ちょいなのでそろそろ締めましょうか、えー、はいじゃあ、はい、次はちょっとですね、うん、また まあ不動産のことについてちょっとお話しするんですけどもちょっとその次回次週までにですねどういう内容をしていくかっていうのを少しちょっと僕の中でもあの考えておきますので,でその時にまたちょっとお話したくてですねでまたあの メッセージとかですね、うん、あのメールの方でももし質問等がありましたらお気軽にお問い合わせいただけるとそれに対しての回答できますのでぜひご相談いただけたらなと思いますねでは最後にメールアドレスをお伝えして終わりますメールアドレスは数字で 797-fmgno1.com です、えー、ザキミリオの不動産相談室宛てに皆様メッセージや質問などありましたらお送りくださいはい。 ではまた来週よろしくお願いいたします。